の紹介です。今度はあのグラスロッドでね見てみたいと思いますね。やはりあのさっきからカーボンの話も交えて話してますけどやっぱりカーボンロッドができる前はこのグラスロッドの前世時代で、まあ、当時ですねこういったあの重い重い沢ですよね今,今考えれば重い沢ですけど初期のサワラビですねグラスロッド。4.2メートルで200グラムでもないですけど結構重いと。 こういった装飾品があってですね、まあ、レザー巻きと。こういうのが軽流座の主流で、よく電車なんかに乗るとね、僕はまだ中学生ぐらいでしたから、大人の人がこういう高級な軽流座をですね、えーあの、リュックの横にね、台場って書いてあるね、何本もい持っててねな、なんかすごいなって思って見てたサオですよね。そういう竿が、まあ先ほど紹介した琥珀もそうなんですけど、まあ、琥珀もこっちで紹介しようと思ったんですけど、ちょっと進化の過程で。 えー、カーボンロッドに一番近いグラスロッドなんでグラスロ,、えー、ロッドなんですがカーボンの方で紹介しましたサワラビはやっぱりグラスロッドですがコツタイプという初期の継承後にあのちに6 0センチ姉妹とか長いのも出るんですけど基本的にあのこういったですねコツタイプっていうのが主流でですね、まあ、非常に使いやすい竿ですよね色もこう、まあ、サワラビというねあのやっぱネーミングも当時はいいですよね あのー、今の作業は悪いってことじゃないんですがネームングに関してはですねやっぱり当時のこう作られてた方とか、まあ、メーカーの、えー、人が考えたんでしょうかね、えー、例えばご紹介する隣の早春とかね、えー、いいですね渓流ーっていうとやっぱ解禁の頃がねちょっとこれ傷があるんですが5.4はちょっと重いですね、あのー、解禁の頃の風景がね思い浮かぶ方が多くて まあ早春とかね春慶とか春という字がついているものが非常に多かったりしますね。これは 4.2h というのはハードという意味で、えー、普通に考えると、まあ、4.2m という、まあ、調子があってですね、えー、その上のランク少し硬めにしていると硬めつまりハードという意味ですね 42h と。 そういうい表記になってまますすねあーすいません表記のこともね少しずつ入れていきたいと思うんで、えー、とまあ、他にもあのいくつかまだ紹介するんで見ていきたいと思いますねこれもそうですね夕映え、まあ、釣りと関係ないですけどなネーミング的にはいいですよねやはりこれも 45H、えー、ハードタイプえっ、ー、と竿の素材の中でですね、まあ、特にあの穂先のことで話をしておきますとあのチューブラ穂先 っていうののはねあのかれませんけどこういったですね穂先の違いっていうのがねあの用途に分けれていくつか出てくるんですよ。最初は釣竿だから渓流竿だからまあ骨にでそこそこ長さがあって、まあ、そこそこ硬さがあればま何、あまあ、でもいいやっていうわけじゃないですけどそういう時代もあったんですけどやっぱりあの使う方の要望とか用途に合わせてですね まあ、メーカーの方もさまざまな差を出していくわけですけども、まあ、これもね、まあ、直接渓流のあれとは関係ないんですがやっぱりあのそそられる名前ですよね旅路 42aa っていうのは何でしょうね先調子っていう意味ですかねこれちょっと不明なんですよ私も知らないです、まあ、これも糸巻きでねちょっとこれ外しちゃってますけどこっちかこれが最初に買ったやつですね はい、竿でしたね、当時はねこれは 48HA ですねこういうデザインネーミング装飾品、まあ、いろんな意味でね、あのー、こう懐かしいということとやっぱりこの竿を持ってね一緒に釣、まあ、れた釣れないっていうのももちろん大事かもしれませんけどこう山に行くとこの源流に行くと渓流に行くということをですね やっぱりこう楽しみにでできるわけですよ今日は旅路を一緒に連れていこうかなと、えー、そんな感じでね思ってますけど、まあ、これも同じ時期の少し後の時代ですけど、まあ、糸巻きで、えー、これは平仮名でやまびこほにあの源流に行ったらね山に行く人にとってはこういう名前もいいですよねまああのオリンピックでもやまびこって出てますけどあの漢字の方のやまびこですね、まあこういった プラスの竿装飾品もすごくいいですよね。カラーも、まあ、当時としてはねあの釣りざお渓流ざって言ったらやっぱり黒とか茶色とか、まあ、もしくは赤系と、まあ、緑などが多いんですけどこんなあのゴ,ゴールドとは言いませんけどゴールドチックというか白っぽいさっていうのは目立つってことで嫌われるんですが、まあ、実際はねあの 野鳥の観察とか,なんかいろんな魚の観察とかあのそういう野生からの視点から見たらもの物の影っていうのは黒が一番目立つらしいですねそうなるとあの釣りざのメーカーさんに怒られてしまいますけどもまあ実際はですねあの明るいサーブが必ずしも目立つということではないというのがあの魚の目から見たらどうかっていうことですよね。川川のの中から川底かららら底生物がが見たらその黒いものが ああああるるののののとと白っっぽいものががどちら,があったらまあ、あの光の加減とかいろんなのがありますからね一概には言えませんけどでこの山まもねこれ骨にタイプでしまいが、えー、およそ何センチだれあの使用表っていうのもねあの水計会の方であの係留スペック辞典っていうのを出してますんでちょっと一部まだあのホームページがねあの更新っていうか1回閉じてますんで。 えー、直してない部分あるんですけどもスペック時点の方にほとんど載せてますのでこれ4 6ンチ姉妹ですねあの骨、ー、にといったいこのさわらびがまあ 40cm39 から4 0センチっていう仕様のものが多いんですけどそれに対して少し長いでも例えばあのー、サオっていうのはのツニ数を減らすとですね基本的には軽くなりますからまたバランスも良くなると骨にすればするほどですね やっぱりこう微妙なバランスが取りにくいんですがまあただ、えー、初期のですねあのオリンピックだけに関してはその辺はまた詳しく話しますけど全然違うんでコツにでもすごい差も出てますはい山こ装飾品もありますね、えー、これもやはり4 2メートルでハード、えー、少し好調タイプというか硬いタイプってことになりますね、まあ、この辺をね少し傷がありますけども 大事にしていればまだまだ使えるそうですね。はい、ダイワのグラスロッドについてでした。